うも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん、なんとこちらですね、こちらがですね、ニュービードローンというメーカーさんから、タイニーを、ご提供いただきました。こちらのタイニーがこのような機体ですね。で、この機体が、ハミングバードの、F4V2 という機体になっておりまして、これは、ELRS の通信機が乗った機体となります。なので、今回の動画ではこちらの機体ですね、設定して飛ばすところまでやってみたいと思います。こちらニュービードローンさんなんですが、私がゴールドストーンズさんから出しているこのアサキチモデルのタイニーですね、こちらもなんとニュービードローンさんの機体がベースになっている、それをまあ私がチューニングした機体となっています。で、この機体すっごい軽くて飛ばし心地がめちゃくちゃいいんですね。ということで、今回のこちらの機体も楽しみです。ではでは、まずは、まあ、いつものごとく、製品紹介ですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、こちらが、ニュービードローンさんのウェブサイトですね。で、今回の製品がこのハミングバード F4V2BNF の ELRS となります。で、こんな感じのページになっておりまして、最高のレーサーフープ機が取り進化しましたということですね。で、ELRS のレシーバーを内蔵していますと。で、あとはカメラが、今までで一番強い信号を出すカメラになっているようです。あとは、まあ、全て事前チューニング済みということで、箱から出した状態で完璧なチューニングがされているということですね。あとはすごい耐久性と安全性を誇っているというところが書いてありますね。はい、ということで、このような感じになります。で、まずですね、今回これ ELRS なので、私の持ってるこの ELRS の、TX モジュール側のバージョンと、このハミングバードの ELRS の、RX モジュール側の、バージョンを合わせる必要があります。で、こっち側ですねは、私は前ELRS の、バージョン3にしたので、今度はこっちですね、この機体側の ELRS の受信機を、バージョン3にしていきたいと思います。ではでは早速ですね、こいつに入れる、ELRS のバージョン 3.0 の、ファームウェアをダウンロードしていきたいと思います。で、まずですね、こちらがニュービードローンさんのウェブサイトですね。で、こちらのウェブサイトの中にダウンローズっていう、これですね、ページの一番下にダウンローズというリンクがあるので、これを押しますと。そうすると、で、これのハミングバードの F4 プロブラシレスの、GitHub リリーシーズを押しますと。で、その中からファームのバージョンの 4.3.2 というやつの中に、これですね、ELRS のバージョン3に対応しましたとありますね。で、4.3.2 が、これかな?こいつを、ダウンロードしますと。あれ?水平キャリブレーションが押せないですね。なんだろう。1個、間違えてました。ですね、さっきダウンロードしたこれ B ブレインって書いてますね。 B ブレインじゃなくて、こっちプレリリースではあるんですが、ハミングバードをターゲットにしてるこれですね、ハミングバードの F4V265 の ELRS3、 多分これだと思うので、これをダウンロードします。で、これで、ファームをダウンロードしたので、次に機体とパソコンをつないでいきます。まあ、いつも通り、ここですね。ここに、
刺す場所があるので機械をつなぎますと。これからファームを上げていくんですが、今の状態をバックアップを、取っておきます。この CLI コマンドラインのところで、diff all と打ってエンターを押しますと。でそうするとこんな感じで情報が出てくるので、これをファイルに保存を押して保存しますと。セーブ。これでもし、何かあった時でもさっきのファイルを読み込むことで今の状態に復旧することができるようになります。で次にですね、この機体をブートモードみたいなので起動させて、ファームの更新を行っていきます。でその方法なんですが、またしてもこの CLI コマンドラインのところですね、ここで DL と打ちます。でエンターですね。そうするとベータフライトのこの最初の画面に戻って、この選択のタブのところに DFU という文字が出てきます。でこの状態でアップデートファームウェアですねを押して、で一番右下のファームウェアを選択、ローカルを押して、でさっきダウンロードしたファイルを選択します。でその後このファームウェアの更新ですねを押します。するとお、成功しました。私はこういうのなぜか失敗しがちなので、ちょっと嬉しいですね。とフロップ側はよいしょ、今まで私は ELRS のモデルをいくつか作っているので、それのタイニー版を作りたいと思います。なので例えばこれですね、これがタイニーエイプの ELRS のモデルなので、これをコピーして、内部メモリにコピーして、こんな感じで、コピーされました。なので、これを選択して、でこいつのこれ、ね、名前を変更しますと。こんな感じで名前を付けました。こんな感じで反映されてますね。でフロップ側の設定はいつもの通りシステムタイプが、これので、これですね、クロスファイヤーがオンになってるというところだけ確認してください。で機体とのバインドですが、またベータフライトつないで、で接続して、で加速度センサーは有効になってますが、キャリブレーションされてませんということで、水平キャリブレーションをせよと言っているので、機体を水平な場所に置いて、で水平キャリブレーション、はい OK です。受信機のところですね、でプロポの電源を入れて、で TX モジュールをバインドモードにするのがカチカチカチと3回ですね。お押して、えでこれかな、受信機のバインドを押すと、んやばいな、バッテリーを入れるなきゃダメとか、お行きました。なんだったんだろう、バッテリーはなくても、今抜きました、バッテリーはなくても反応するみたいです。1ですね、はい。でここからはいつも通り設定をしていこうと思います。で設定しなきゃいけないのが、この辺もこれで大丈夫そうですね。で最低限必要なのがモードのところですね。はい、一旦こんな感じで、であとは、一応モーターの回転方向、あとはOSD もお好みな感じで設定していただければと思います。
とは題名をちょっと書いて、何かしてたんだけど、なんかいつも ELRS の設定は結構難航するんですが、今回はすごいスムーズにいって結構いい感じですね。では私は、年末年始のタイミングで実家に帰るので、ちょっと実家の家の中を飛ばしてみたいと思います。からスタートです。やっぱりちょっと外なので家の中ジャリジャリしますが、全然飛ばせそう、全然映像見えません。結構すごい滑らかなんですけど、最大の上がりなので、ポイントもすごい滑らかに上がっていきます。おー、なるほど。おyou